こんにちは、生活冒険家のなるです。今日はですね、生活冒険家として、いろんなライフスタイルを探していこうと、探検していこうということで、ライフスタイル探検というものをやっていきたいなと思います。今回ですね、ライフスタイル探検の一発目というところで、何をテーマにしようかなっていうふうに考えたんですけども、今回テーマ、江戸時代ですね。なんで今回江戸時代を選んだのっていうところなんですけども、まず一つ目にですね、日本のカルチャーだからっていうところですね。もちろん世界にもいろんなライフスタイル、学ぶところいっぱいあると思うんですけども、やっぱり気候だったり環境によって、生活スタイルっていうのは大きく異なってくるなというふうに思いました。その中でですね、江戸時代。日本の同じ風土、同じ環境の中でどのような暮らしが行われていたのかっていうところを学んでいったらいいんじゃないかなというふうに思いました。もう一つ、二つ目がですね、江戸時代、平和だったんですよね。平和だったんで、長く続いたんですよね。江戸の中ではですね、10年間牢獄が使われなかった、なんていう逸話も残ってるくらい、ものすごく平和だった。実際家に鍵なんかもほとんどかけなかったっていう風に言われていて、そんな平和な江戸時代から平和に生きる何かヒントっていうのが得られるんじゃないかなという風に思って、今回江戸時代っていうものを選びました。じゃあそもそも江戸って何っていうところなんですけども、都市の名前なんですね。例えばもうロンドン、パリみたいな感じでですね、言ったら江戸っていうのは今の東京の昔の名前になります。じゃあ江戸幕府って何、っていうところなんですけども、こちらですね、1603年、徳川家康、日本の学校で習う、有名人の中でも、トップ10には入ってくるだろうっていう徳川家康、彼がですね、1代目征夷大将軍になって、そこから武士がこう治める時代、武士メインの時代っていうのを始めたんですね。それが江戸時代のスタートというふうに言われています。ただですね、江戸が始まる前まで戦国時代でも、言ったら戦争の時代だったわけですね。そんな戦争の時代に終止を打って、で、平和な時代が始まったっていうのが江戸の時代になります。実際じゃあ江戸時代長く続いたっていうところなんですけども、全部で265年間続いたんですね。で、その終わりとなった年が1868年。何があったかっていうと、大政奉還ですね。なんか歴史で習ったような気がするなと。江戸幕府、大政奉還、明治維新みたいな感じですね。そんな感じですね。265年間、長い間続いてた江戸の時代。で、じゃあ実際江戸時代がなんで終わったかっていうと、明治維新ですよね。明治維新、江戸が終わって明治っていう時代になったわけですけども、大きく何が変わったかっていうと、西欧文明がクワーッと入ってきたと。それまで日本っていうのは鎖国っていうのをしていて、基本的に外国から人が入ってこられないような法律がありました。なんでですね、ある意味ものすごく日本の独自の文化が発達したのが江戸時代だったんですね。江戸っていう時代がざっくり分かったところでですね、今回の参考図書2冊あります。で、1冊目がですね、こちらですね、実験江戸の暮らし、2冊目が大江戸リサイクル事情っていうところでですね、僕は生活冒険家なので、できるだけ庶民の暮らしが知りたかった、そういったところでですね、実際に江戸の暮らしってどうだったのっていうところを、こちらのですね、石川さんの、書いている本っていうのを参考にさせていただきました。じゃあですね、今回の、テーマというところなんですけども、江戸の暮らし、大きく4つに分けてお話ししていきたいなというふうに思います。1つ目、まずは暮らし。どんな暮らし、日々を送っていたのっていうところですね。食生活、何食べてたのっていうところですよね。で、3つ目、流通と経済。どういうふうに物のやり取りがされていたのかと。そして最後に、衣服っていうところをやっていきたいなというふうに思います。この4テーマの中の早速1つ目、暮らしっていうところをやっていきたいなと思います。暮らしといえばですね、やっぱり家というところで、僕もですね、こういった形でモバイルハウスっていう風に作って、住んでるわけですが、皆さん家って言われるとどんなものをイメージしますか？江戸の家っていうのは裏長屋っていうものがメインの住宅となっていました。
で、実際ですね、この裏長屋に、人口の 60% が住んでいたというふうに言われています。じゃあ実際裏長屋、どんな暮らし方、どんな形態だったのっていうところなんですけども、今でいう集合住宅みたいな感じでですね、細長い建物の中に4畳半の家がこう、ズバババババババッと横並びになってるんですね。4畳半の家。江戸の方々、一人で、ではなくてですね、3人から4人でも暮らしてたんですね。つまりはですね、ものすごく荷物が少ない、そんな暮らし方をしていました。狭かったから、そこに机とか椅子なんか置こうもんならもう邪魔で仕方がないんですよね。もう行き来できないから、というところでですね、江戸の方々はですね、床に物を極力置かない、そんな暮らし方をしていました。床に置いてあったものっていうのはですね、せいぜい火鉢だったり、アンドンみたいな照明器具。あとですね、まあタバコ盆。まあ江戸の方すごくタバコ吸ってたみたいなタバコの盆。あと、屏風なんかがあったりするぐらいでですね、荷物がすごく少ないと。寝るときには押し入れをガラッと開けて布団を出してくると。で、朝起きたらその布団はしまうと。必要なものは必要な時に出して、基本的にはしまっておくと。こんな暮らし方をしていました。まあそんな感じでですね、まあ江戸の方々めちゃめちゃミニマリストだったんですね。今でこそこうミニマリスト、シンプルライフみたいなことを言われたりするんですけども、実はごくごく一般的に皆がミニマルに暮らしていたのが江戸の時代でした。という形でですね、江戸の方々、こう狭い部屋でミニマルに暮らしてたんですけども、じゃあ部屋が狭かったからミニマルになったのかっていうとですね、実はそうではなくて、他にちっちゃくシンプルに生きるっていうような理由がありました。で、大きくその理由が2つありましてですね、その1つ目が火事だったんですね。で、江戸時代っていうのは、まあ火事が多くてですね、3年に1回は大きな火事があったというふうに言われています。火事が多いとですね、帰って荷物なんか持ってると逃げる時に大変だし、火事の度に自分の財産がなくなってしまうんで、だったらですね、帰ってデメリットの方が多いんですね。なので、江戸時代の人たちは物を持たずに、シンプルに暮らすというような風になっていきました。これを聞いた時にですね、僕は鴨野長明っていう人を思い出したんですよね。鴨野長明。平安時代の人ですけども、乱世こそシンプルに生きようぜって。物を持たずに柔軟な暮らし方しようぜっていうことを言った人ですよね。まあその考え方に近いななんていうことを思いました。まあ鴨野長明に関してはですね、僕のモバイルハウスって何っていう動画でも紹介してるので、こちらもよかったら見てみてください。そしてですね、二つ目の理由がシェア文化だったんですね。江戸長屋ではですね、こう隣の人に醤油なんか借りに行くみたいな話も、よく聞いたりしますけども、醤油のみならずですね、江戸の長屋っていうのは、トイレ、キッチン、そして井戸っていうものがですね、シェアだったんですね。だから各家庭は4畳半とちょっとの土間だけで、それ以外トイレ、キッチン、井戸、まあ言ったら水道ですよね、っていうのはもうみんなでシェアするような、そんな暮らし方だったんですね。だからですね、まあ、井戸端会議なんて言葉がありますが、まあその井戸端会議っていうのは長屋の、井戸の周りでその長屋に住んでる、まあ、奥様方がですね、まあこう、ああだこうだとお話ししてた、そのことを、言うようになりました。大家っていうのはもう親も同然なんていう言葉もあるぐらいですね、その長屋っていうのは他人との生活が近い、そんな暮らしでした。なのでですね、言ったらもう他人っていうよりも家族みたいな感じでですね、皆さん暮らしていて、実際ですね、その大家さんっていうのは住人の人たちのためにですね、家賃をいただくだけではなくていろんな面倒を見たらしいですね。例えばですね、まあ揉め事の仲裁から、まあ冠婚葬祭の手続きなんかもしたし、お嫁さんを紹介したりなんかですね、してて、もうもはや家族同然、そんな付き合い方をしていたのが、長屋でした。まあさらにはですね、ちょっとうちの子供見といてくれよっていうような感じでですね、お隣さんと一緒に子供の面倒を見たり、ご飯を食べたりっていう感じでですね、まあ本当に暮らしをシェアしてたというようなのが、江戸の長屋でした。これを聞いた時にですね、僕は
今で言うシェアハウスだなっていうふうに思ったわけですね。まあ今はですね、こう核家族化っていうものが進んで、一人一部屋、夢のマイホームっていうのも CM で大々的に打ち出されてですね、ローンを組んで家を買うみたいなことが実際行われているわけですが、結果的にですね、こう人との付き合い、人とのつながりっていうのはどうなってしまったんだろうと。まあそんなことをですね、この長屋の暮らしっていうものを知って、思いました。こんな話の中でですね、トイレもシェアという話が出てきましたが、またトイレの話をちょっとしていきたいなというふうに思います。まあ人間たるもの、クソも出るということでですね、江戸時代のトイレ、これはですね、川屋っていうふうに呼ばれていました。まあ当時のトイレ、下水道なんていうものは整ってなかったわけですね。まあそんな、うんこ、おしっこが当時どういうふうにじゃあ処理されていたのかというところなんですけども、うんこおしっこ処理するどころか、うんこしっこをお金に変えてたんですね。どういうことっていうところなんですけども、当時はですね、うんことおしっこめちゃめちゃ重要な資源だったんです。資源、何に使われてんのねえ、思うと思うんですけども、実はこのうんことおしっこ、肥料としてめちゃめちゃ重宝されていたんです。実際にですね、こう農家さんがですね、まあ、うんことおしっこも欲しくて仕方がないんで、実際に町に繰り出して、そのうんことおしっこを取りに来ました。で、実際にじゃあただで持ってってあげるよ、そんなことじゃないんですね。お金を支払う、もしくは野菜と物々交換、まあ物々交換って言っても野菜とうんこなんですけどもねっていうのをまあ交換して、でいただいていたというような形で、うんことおしっこっていうのは本当に大事に大事にされていました。実際ですね、そのうんことおしっこ、うんこ、まあその排泄物の値段がですね、江戸時代の間に急上昇していたり、排泄物の問屋さんっていうものもできて取引がされたりするぐらい本当に重要な資源でした。実際にその売り買いされてくると品質っていうものにも、こう差が出てくるわけですね。やっぱしいいものはいい値段をつけようというふうになってくるわけです。なのでですね、実際に食べてるもの、あそこの人たちの排泄物というのは調子がいいらしいぞというような形でですね、うんこやおしっこにもこう値段の差がついたっていうことがありました。で、それってじゃあまあ江戸時代で終わったのかなっていう感じなんですけども、1955年、つい65年前まで人間の排泄物っていうのは実際に資源として使われていました。まあ、こんな逸話がありまして、まあ第二次世界大戦後ですね、アメリカの占領軍っていうのがこう日本に占領してきてびっくりしたわけですよ。まあ、何にびっくりしちゃって、日本人たちがこうやって野菜、まあげますよみたいな感じで持ってきたら、その野菜自分たちのうんこしっこで育てた野菜なんですよね。で、それを見てアメリカの人たちがもうギョッとしてですね、自分たちの専用のこう水耕栽培セットをすぐに取り寄せた、そんな話があるぐらいですね、アメリカの方たちからすると、まあ、びっくりな文化だったわけですが、まあ、実際日本では長く、重要に続けられてきた風習でした。ちなみに現代のこの排泄物、皆さんどういう風になってるか知ってますか？現代の排泄物なんですけどもね、まあ、うんこおしっこ、こう下水道でガーッと流されて、もうどこに行ったか分かんなくなりますよね。まあ、あれは下水処理場にこう運ばれて、まあそれによってですね、まあ、ものすごくこう世の中清潔に保たれてる、まあ、素晴らしい仕組みなんですけども、じゃあその集められた後どうなってるのっていうところですよね。液体部分に関しては薬で消毒して、また川や海に流されて、固体部分に関しては消毒の後燃やされてるんですよね。全然活用されてない。まあそれが今の、現代のトイレ事情ということになっています。まあそんな感じでですね、まあ江戸時代はですね、うんこやおしっこの排泄物ですらも重要な資源として使っていた、めちゃめちゃリサイクルカルチャーだったんですよね。肥料っていう話が出てきたんですね。まあ、ここで作物の話をしていきたいなと思うんですけども、まあ、作物といえばやっぱし、これは今と変わらずですね、メインはお米でした。やっぱしね、江戸時代もお米を作るっていうことは非常に盛んに行われていて、まあ、お米の生産量イコール、国力みたいな感じで捉えられていました。そんな、お米といえば、稲。この稲、今で言うとこうお米を取るためのものっていう感じなんですけども、実は米以外の藁の部分っていうのもめちゃめちゃいろんなものに使っていたんですね。例えばですね、家の屋根、畳、
土壁の材料だったりという形でですね、家の材料としてもめちゃめちゃ重宝したし、まあそれのみならずですね、まあわらじ、まあ今でいうところの靴ですよね。当時は年間だいたい一人15足ぐらい履いたって言われてたんですけども、秋に稲を取って、で米を脱穀するとともにですね、その稲を使って、秋冬の間で、翌年分の草履わらじを作ったっていうふうに言われています。この草履ですね、馬も草履っていうのを履いていて、馬わらしなんていう風に言われるんですけども、馬はですね、人間よりも体重も重いし、で、蹄っていうのも硬いので、すごくその消耗っていうのが早かったらしいんですね。なんで、路肩に馬わらしいっぱい落ちてたんですけども、それをですね、子供たちが集めてきて、肥料にした。なんていう話もあるぐらい、やはりここでリサイクルっていうのが出てくるんですよね。他にはですね、雨具、レインコートであったり、むしろ、今でいうレジャーシートですよね。鍋敷きや鍋つかみなどの、キッチン用具。あと食品にもやっぱり使われていてですね、納豆の発酵であったり、酒樽を包む、コモと呼ばれるもの。あとはですね、やっぱし馬や牛の牛舎でのですね、わら床を作ったり、食料にしたりっていうような感じでですね、本当にいろんな使われ方をしてたんですね。これらすべて使い終わったら終わりではなくてですね、すべてやはりですね、また土に返す、発酵させて肥料にしていたというところで、も徹底したリサイクルカルチャーだったんですね。まあそんな感じですね、江戸っていう時代はもともとものすごく植物資源を大切に使った、そんな世の中でした。まあそんな中でですね、まあ、植物って柔らかいじゃんと、まあ、硬いものとかやっぱ困るじゃんと、今で言うと、まあ、プラスチックとか、まあ、鉄筋みたいな感じでですね、やっぱそういうのないと困るじゃんというところなんですけども、そこもちゃんと植物を使っていたんですね。で、それが竹なんですよ。実際も日本っていうのはそこら中に、まあ、竹やぶがあって、竹っていう資源は豊富にある恵まれた国です。じゃあその江戸の時代の竹なんですけども、その重要さを象徴するのがですね、京橋、まあ、今でいう東京駅の八重洲側にあるエリアですよね。ザ・オフィス街、まあ、東京の中心地になるわけですけども、ここに竹問屋があったんですね。大規模な竹問屋さんがあったくらい、江戸ではすごく、重宝されている資源でした。で、さらに言うとですね、両国にもですね、幕府の大規模な竹の貯蔵庫があったりしてですね、そのくらいですね、江戸の時代っていうのは竹っていうのを大切にしていました。やっぱ竹の凄さっていうのがですね、まあ、2つあって、成長が早いこと、2つ目がですね、最初からこう筒状になってて強度があるっていうことですね。やっぱり硬くて筒状であるものってのはなかなか自然界にもなくて、まあ、竹っていうのはそんな素晴らしい特徴があったので非常に重宝されました。で、使われ方なんですけども、例えばですね、ほうきであったり、熊手ですね、あとは桶をギュッと固定するためのタガであったり、あのタガが外れるのタガですね、あと、カゴ、人を運ぶためのカゴも竹で作られていました。あとはですね、傘、和傘の骨であったり、提灯の骨ですね。で、他にもやっぱりしっかりしてるので、包装、こう物を包むのにもものすごく優れていて、当時はですね、まあおにぎりを包むのにしても、あと羊羹を包むにしてもっていう感じでですね、竹の皮っていうのが、包装物として盛んに使われました。あと竹がですね、他にはですね、おもちゃであったり、茶道具、尺八みたいな楽器ですね。あとやっぱりお家を作る際にも、まあ狛江であったり、まあ言ったら竹での椅子であったりっていうような感じでですね、家作りにも竹っていうのは盛んに使われました。これらの竹、やはりですね、燃やされて灰にして使われたんですよね。灰？灰も使えるの？そうなんですよ。いろんなもの燃やして灰出るじゃないですか。で、今だとこう灰ってね、使い道がなくて困っちゃうんですけども、実は灰っていうのもものすごく、使い道の多いものとして取り扱われてました。その代表的なのが、肥料ですね。灰っていうのはカリウムを多く含んでいて、なのでですね、根っこを生やすのに、非常に重要な役割を果たすというふうに言われています。他にもですね、灰を水に溶かすとアルカリ性になるっていう性質があって、まあ、その性質を使ってですね、まあ、アク抜きだったりですね、お酒作りの際にも麹を育てる際にですね、灰を混ぜたんですね。なんでっていうところなんですけども、灰を混ぜるとアルカリ性になるんで、他の雑菌が育ちにくい。っていうような環境を作っていたと。あとはですね、
お酒っていうのがちょっと他の雑菌が混ざって酸っぱくなっちゃったんで、酸化しちゃった時にも灰を混ぜて、中和することによって味を整えたり、あとは防腐剤として、灰を入れて、まあ、灰持ち酒なんて呼ばれたんですけども、お酒を長持ちさせるための、材料という風にも使われました。こんな感じですね、灰買いっていう職業もあったぐらい、灰っていうのを買い取るお仕事もありました。取引がされるぐらい資源として、重宝されておりまして、まあ、江戸はですね、あらゆるものを使って燃やして出たその灰ですらもリサイクルするというぐらい徹底したリサイクル文化が根付いていました。まあその中ですね、まあ灰っていう話になったんですけども、何かを燃やすとき、まあ火ですよね。江戸の方々、照明は何を使っていたのっていうところなんですけども、やっぱ当時ですね、電気っていうのはまだなかったわけですね。なんでですね、彼らにとっての明かりっていうのは火が全てでした。まあ、火っていうのは燃やすために何か火種がないといけないわけですね。じゃあその火っていうのはどういう風に燃やしていたの、何を燃やしていたのというところなんですけども、油を燃やしていました。で、油って一口に言っても、まあ、いろんな種類があるわけですけども、まあ、植物由来の、まあ、エゴマ油、菜種油、あとは綿の実から取った油なんかを使っていたり、まあ、地域によってはですね、まあ、クジラの油であったり、イワシの絞った魚油なんかも使っていました。まあ、実際この魚油っていうのはやっぱし燃やすとちょっと魚臭くてですね、まあ安かったけども不人気で、どちらかというとこう金銭的に苦しい人々が使っていたと言われています。で、この油っていうのは、まあ、行商人一応こうやって油油って言って、売り歩く人によって売られていました。油っていうのはやっぱしこうとろーっとしてて移し替えたりするのに手間がかかったらしいんですね。はい、なんでですね、油を売るっていう言葉は油売りがやたら時間がかかるっていうので、生まれた言葉だそうです。じゃあ当時ですね、まあそんな感じで、まあ、照明、まあ火を灯していたんだと、あ、じゃあ光があったんだねっていう感じなんですけども、実際はですね、あんどんっていうのは決して明るくなかったらしいんですね。はい、なんでですね、書き物や縫い物をする際っていうのは、まあこうあんどんの障子を開けて少しでも明るくして作業したというふうに言われています。まあ、当時そうやって油に火をつけて照明として使っていたわけですけども、ろうそくないのって、今ね、ろうそくって非常にありふれてて、ろうそくだったらあったんじゃないのっていうところなんですけども、ろうそくありました。ただですね、ろうそくあったとはいえめちゃめちゃ高級品だったんですね。実際にですね、まあ、あるお家でろうそくたるものをもらってみたんだけども、使い方がわからんと、食べてみたけどもまずいし、一体なんじゃこりゃっていう逸話が残ってるぐらい、庶民にとっては、ろうそくっていうのは、全く身近じゃないものだったんですね。てな感じで、まあ、ろうそくっていうのはめちゃめちゃ高級品で、決して日常的に使われるものではありませんでした。まあそんな感じでですね、高級品だったんで、まあ一部のお金持ち、まあ大名であったり、あとまあ遊郭であったりですね、まあそういったところでしか使われなかったろうそくなんですけども、ろうそくはですね、まあじゃあどういうふうに使われたかっていうと、提灯。提灯っていうのはもともと中にろうそくを入れるための道具だったんですね。まあ今でもですね、提灯っていうのは日本で身近で、まあ居酒屋さんの前にかかっていたり、もうお祭りでですね、こう提灯がブワーっとあったりってな感じで、使われたりしています。まあそんな感じでですね、当時は照明といえば火だったわけですね。でも火っていうのはまあ今お話しした通りですね、まあ油であったり、まあろうそくであったりですね、まあ、重要な資源だったんですね。で、そんな資源、やっぱ江戸の方々はできるだけ使いたくないと、まあお金もかかるし、火っていうものはできるだけ頼りたくないというような形で、時間を有効利用していたというふうに言われています。じゃあ、時間ですね。まあ1時からこう12時まで。で、こう日が昇って落ちると。まあ今もそうじゃんという感じなんですけども、実は江戸時代、たった152年前はですね、時間の概念が違ったんですね。当時の時間の概念は、明け6つ、暮れ6つっていう風に呼ばれています。どういうことという感じなんですけども、明け6つ、暮れ6つっていうのはですね、日が出る35分前から日が落ちてからの35分。まあ、つまりですね、空が明るくて活動できる時間を6等分。日が落ちて活動できなくなった暗い時間を6等分して、時間っていうものを確認していました。
アケムツ、クレムツの面白いのが、数字の1、2、3っていうのがなくてですね、6、5、4で、9が小5で、8、7、6、そんな数字の数え方をしたんですけども、ここでおやつの語源、ここにあるわけですね。ここでですね、アケ8つ、やっつ、おやつというところでですね、おやつの語源っていうのはここにあるんですよね。アケ8つの時間のことを、おやつの、時間っていう風に呼んでいて、3時のおやつっていうのはすごく矛盾があるんですよね。こうやって日が昇ってる時間と日が暮れてる時間っていうのを6等分したので、もちろん季節によって、その時刻っていうのは変わりました。じゃあどういう風に今何時っていう風に確認していたのというところなんですけども、太陽の位置で確認していたそうなんですね。なんでですね、おそらく江戸の方々はですね、こう一日何度も空を見上げて太陽の位置を確認している、まあそんな時代だったんじゃないかなっていうふうに、当時を、想像して思っていました。はい、という感じでですね、話してたら結構長くなっちゃったんですけども、江戸の人々の暮らしっていうところが、少し見えてきたところでですね、食生活について話をしていきましょう。まあ、食ですよね。まあ、当時ですね、今でこそですね、季節料理みたいな、今が旬みたいな風に言って、まあ特別なことみたいな、いう風に囚われることがありますが、